こんにちは、はちむぎのむぎです。はい、今日はハチくんにとあるドッキリを仕掛けたいと思います。ハチくんはね、今ねお風呂に行っているんですけども、今回はとむぎちゃんに兄弟を作りたいって言ったらハチくんはどんな反応をするかというドッキリモニタリングをしていきたいと思います。今日ね、友達の赤ちゃんと会う機会があったんですけど、小麦ちゃんと一緒に。それでなんか小麦ちゃんがすごいね、その赤ちゃんに対してすごいなんか思ってたよりも優しく、だから将来小麦ちゃんの弟か妹ができた時にこうやってね優しくしてくれるのかなって想像もできたりしました。なので今回はその出来事をきっかけでちょっとやってみたいなと思って、今回こういうモニタリングを仕掛けていきたいと思います。梅雨よ終われ。本当洗濯物乾かないんだけど。今日さ、男の子の赤ちゃん来たじゃん。来たじゃんって知らないけど。言ってた。いや、仕事やったから。どうやった？プレゼント。くれたやつ。喜んでくれる。使ってくれるといい。4ヶ月とどうだった？比べて。今と比べると。やっぱ4ヶ月はまんまるしてたのし、なんか手足が伸びたから、その分遅くなった。そうそうそう、可愛かった。匂いとかもね、赤ちゃんの懐かしい、ふわっと可愛かった。音入る。それでさ、うん、赤ちゃん今日会って、うん、この子がさすごいお姉ちゃんらしく振る舞ってたのね。私はそれを初めて見たの。お姉ちゃん。でも、なんか何してたの？手つなごうとかしてて、これママのラッカールだけど、ね、気をつけてね、目に行っちゃダメ。そうで思ったことがあって、小麦ちゃんの兄弟作ってあげる。小麦ちゃんの兄弟作ってあげる。いいじゃん。よいしょー。待って待って、よし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 。なに？いいの？でも4歳ぐらい離れてからの方がいいんじゃない？今欲しい。今欲しいって言っても、もうちょっと話してから。ちいちゃなお姉ちゃんが可愛いなって思っちゃった。一番ね、手かかるときにもう一人増えたら大変じゃん。今欲しいのは分かるんやけど、よく考えてみて。今ちょうど作ってできたとしても、イヤイヤ期と重なるわけじゃん、この子の。今がっつり重なる。重なる、そうなったら、あなたの負担が増えるわけよ、ね。今でもたまにさ、結構ぐったりしてる時があるわけ。だから、そのイヤイヤ期の面倒を見ながら、ちっちゃい子の余計ね、目離せんのを相手するのはちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは思う。俺がさ全く見んっていうわけでもないけど、日中とかはあなたがさ見ないといけないわけじゃん、結局は。今だってさ動き回るから目が離せないじゃん。4、5歳っていうまだね、イヤイヤ期通り過ぎて
自分っていうのがさ、うん、物心ついてさ、うん、だからその時にできた方がこの子も下の子をねもうちょっと見てくれる可能性もあるし、何ママのことを気遣って何行動っていうかしてくれる可能性も高いじゃん。かわいそうかもしれないかも。うん、そのあ重なるとってことね。次の妊娠してさ、あまり動けなくなるからさ、うん、遊んであげられないと、ちょっと困ってあげられない、それもあるよ。大きくなれば、そのもし妊娠して動けないってなっても大体は分かるわけじゃん。できるかも、うん、お互いのさ、そういう動作を見て、だからもう一度離れた方がいいんじゃないかなとは思う。一番あなたの体が大事だよ、うん、ね。はい、ということで、ということで、トゥットゥルー、ヒヒ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 ヒありがとうございます。私も 4,5 歳差がいいと思います。あ、そう、はいはいはい、ねえ、無理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 だわ。でも実際に思ったんじゃない。何が、まあ、いずれこういう形になるんだなって思った。別に今って感じだった。今は小麦ちゃんにいっぱいいっぱい時間をかけてあげたいので。ほら、いつから撮ってるの、これ。ハチくんがお風呂上がってくる前から。風呂上がってくる。うん、お風呂中も撮った。マジか。全然気持ちいい。歌ってたね。はい、ドッキリで終わりました。真剣に語ったわね。全然気づかなかったです。そう、私もね、全然まだまだ時間が空くと思うんですよ、妊娠、次妊娠するまで。小麦ちゃんをね、もっとね、いっぱい育ててから2人目をって考えてます。そうだね。あ、登りたい。登る？登る？今回の動画はこんな感じで終了します。はい、じゃあこんなところで今回の動画はおしまいです。最後まで動画見てくださりありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。